沢田文吉は、日本の棒高飛び選手。1940年代から1950年代に、かけて活躍、日本陸上競技選手権大会優勝9回、アジア大会金、メダル2回。1952年ヘルシンキオリンピックでは6位入賞を、果たした、岐阜市出身。1938年、旧制岐阜中学校を在学中。 全国中等学校選手権で110メートルハードル層に出場し優勝している。東京文理科大学に進む。1942年、日本学生陸上競技大抗選手権大会で優勝。同年、日本陸上競技選手権大会で初優勝。第二次世界大戦後は岐阜市役所に勤務。1947年に、 日本陸上競技選手権大会で2度目の優勝を果たして以後8連覇。また、国民体育大会でも1947年の第2回大会以後優勝4回。1951年の第1回アジア競技大会に出場、棒高飛びで優勝したほか、十種競技にも出場し2位となっている。1952年第2次世界大戦後に初めて、 日本が出場したヘルシンキオリンピックに参加、日本選手団の騎士を務めた。岐阜県出身者初のオリンピック選手である。競技では4平方メートル0を飛び、6位に入賞した。1954年の第2回アジア競技大会で棒高飛びで優勝した。公職では岐阜県スポーツ振興審議会長などを務めた。ありがとうございます。